リンリン、ハロー、パラレール、リンリンパラレールのリンドです。まず皆様にお願いです。もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よろしければそちらのフォローお願いいたします。それでは本日の本題です。はい、本日の本題は、まあ、タイトルにもあります通り、コウモリの飼い方ということで、ルーセット、オオコウモリですね、エジプシャンルーセットオオコウモリの、私の飼育の仕方っていうところをね、皆さんにご紹介できたらなと思います。で、ケージの改造だったりとかケージの作り方っていうのは別途動画上げてますので、よろしければそちらを見てみてください。ただそれはしなくてもいいと思います。私がこの子のね、観察と、この子の観察プラスあとうんちの飛び散りとかっていうところを気にしてやっているだけなので、わざわざここをね、私これプラスチックのプラ板をね、透明なプラ板を入れて中の観察のしやすくっていう風にはしてるんですけれども、まずケージに関してで言うと普通に鳥かごでいいと思います。サイズで言うと今これちょっと小さめのサイズなんですけれども、これ縦なんぼかな、ちょっとメジャーもできますね。これだと縦40だね。横幅が23。で、奥行きが23の、横が30のサイズなんですけれども、もしお散歩をさせたりっていう余裕がなかったりするんだったら、もうちょっと大きいケースの方がいいと思います。私は押し入れがね、もともと袋もんもんが飼ってるので、袋もんがの散歩コースとして押し入れ改造してるんですけれども、週に2回ぐらいは押し入れでね、一緒に遊んで触れ合う時間を取ってるんですけれども、押し入れに逆さになれる場所を作ってあげていて、そこでね一緒に散歩している状態になります。なので散歩がちょっと難しいよという方はもう一回り大きいぐらいのがいいんじゃないですかね。多分横40、奥行き30ぐらいとかのもの。あとは、まあ、日々、うちの子っていうのをね、観察してあげて、結構動き回るなとか、結構運動してるなとか、あと結構バタバタバタってバサバサやる動きとかが多いなと思ったら、新しいケージに変えてあげた方がいいかもしれないです。うちはそういうのがあんまりないので、中でね、羽をぶつけて、怪我してしまうっていう感じも、見受けられなかったのでこのケースの状態にしています。ちょっと狭いとは私も思っておりますが、ひとまずはよくね触れ合って散歩させたりもしてるので大丈夫かなというのが私の見解です。で、ケースはそんな感じ。そして、ケースにつけるヒーターに関しては、うちは後ろにこれパネルヒーターが1枚あって、あと上にヒーティングトップっていうのをねつけてます。で、ヒーティングトップはうち山椒のケージにワインセラー使ってるんですけども、ワインセラーのワインを乗せる部分が余ってるのが2個あったので、それをここに流用してます。はい、直接足がくっついちゃうと火傷しちゃうかもしれないので、少し空間が欲しくて、これがヒーターなんですけども、ヒーターのこの下に空間をつけるためにこれを段差として乗せております。で、その上にこれヒーティングトップっていうヒーターを上から下に温まるようにしております。私がね住んでる地域が北海道なので、寒くはなりやすい地域なので、できる限り25度ぐらいの温度を保てるように、この子が快適に暮らせる場所を、なのでこの辺はね25度になるようになって、ちょっと下の方まで行くとひょっとするとちょっと温度低いのかなとは思うんですけれども、基本上にいるのでこの辺を暖かくしてあげるように、背面のパネルでね少しこうじんわりね生体が温まるような感じになってます。で、上からもじんわり温めるっていう形ですね。で、この辺に来れば自分で熱すぎないように調整は自分ですると思うので、そんな感じでヒーターはつけてます。温度としてはですね、先ほどお話しした通り25度から30度の間をキープさせてあげるといいのではないでしょうか。
熱帯地域にはいる、生物ではありますので、あまり寒すぎると多分体調をね悪くすると思います。フクロモモンガちゃんとかもそうですね、大体20度くらいまでは問題ないと思うんですけれども、20度下回って15度とかってなってくると寒いなってなってると思うので、できる限り25度ぐらいはキープしてあげるといいと思います。たまに20度なんていうことはねありますけれども、それは冬とかではなくて春先とか夏のちょっと涼しい日とかっていうところで、なので適温としてはそれぐらいをキープしてあげてください。そして餌ですけれども、基本私は今バナナとリンゴをあげています。でキウイとかブドウとか、キウイもこの間試しにあげてみたんですけど、酸っぱいのがちょっと嫌がりましたね。食べはするけどペッて出すみたいな感じですかね。でブドウはね、なんか美味しそうに食べてはいたんですけれども、コストパフォーマンス的にちょっと悪いなと思って、結構高いし、なんだろうな、そんなに長持ちしないので、たまに親のご褒美じゃないですけども買ってあげてっていう感じかなっていうところですね。なので主食は今バナナに、私はフクロモモンガのフード、うちはフクロモモンガを飼っているので、タンパク質分としてフクロモモンガのフードをまぶして、あとカルシウム剤もねちょこっとだけ混ぜて、混ぜてとかまぶしてあげて、バナナにですね、そのバナナを与えている感じですね。毎日ではないです。1週間に2回ぐらいまぶしてあげてますね。で他の日はただのバナナ、切っただけのバナナを入れてあげるって感じですね。多分タンパク質分もそんなに多くいらないので、普段からまあフルーツを食べるコウモリなので問題はないと思うんですけれども、一応副食みたいな感じですかね。サプリメントじゃないですけれども、そういうような形で、あげてます。一応ね、なんか見るとまあちょっと情報が少ないので何とも言えないんですけれども、バナナとかフルーツだけだと糖尿病じゃないですけども、内臓疾患を起こしてしまったりとか、太ってしまってっていうので亡くなるっていう事例もありまして、なのでフルーツのみではなくて、少しだけそういうなんかタンパク質成分も入れてあげるっていう形であげています。はい。で一応横に水は置いてあるんですけれども、あんまり水をこうバクバク飲んでるのは見ないですね。おそらくフルーツでだいたい水分を取ってると思います。はい。なのでケージ、あとは温度、餌はそんな感じですね。で、お掃除はですね、基本的に私これ丸洗いできるようにしてるんですけれども、週に1回ないし2週間に1回ぐらい丸洗いするようにしてます。でそれ以外の日はうんちがね下に溜まるので、鳥かごだとね、あんな感じでトレイがついているので、このトレイを丸洗いするって感じですね。今日は丸洗いした後ですね、ちょっとまあ汚れはね白いんでちょこっとだけついてますけど、基本的にはそんな感じで丸洗いしております。はい。あとは実際触れ合えるのかどうかっていう部分のお話とかなんですけども、触れ合うことは全然余裕にできますね。ただ手のひらに乗せて抱っこをするっていうのはちょっと難しいかなと思ってます。足を両方ともここにかけてもらって、こう逆さの状態でもし抱っこできるんだったら、この状態でなでなでっていうのはできると思うんですけども、逆さになれないとちょっとおとなしくしていられないんですよね。なので基本的にはこのケージの中に手を入れてあげて、こういう感じで、で下に手をこういうふうに入れてあげて触れ合うって感じですかね。こんな感じで、はい、これが多めですかね。でこういうふうにしてれば噛みつくこととかも全然ないのでっていうところですね。でケージから出して掃除するタイミングとかは、逆さにする場所をね作ってあげれれば、もしくはまあもう一個ケースとかがあればいいんでしょうけど、私はケースがないので、逆さになれる場所のためにこういうメタルラップ、100均で売ってるやつですね、100均で売ってるやつの棒とこの上だけ用意して、ここにぶら下がってもらって待っててもらってます。
結構お利口にその上で待っててくれますね。そんなにバサバサあっち行ったりこっち行ったりっていう立体行動はしないですね。福ももちゃんたちとかは多分ここにポンって乗っけてもピョン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 あっちこっち行っちゃうので多分無理ですけども、あの子たちは普通にプラケースの中にねいてもらって掃除するって感じですけれども、この子はちょっとプラケースの中で逆さでいてもらうのはなかなか難しいので、私はそれをしてますね。であとはまあ必要なものとしては中の掃除用に、歯ブラシとウェットシートとあればいいんじゃないでしょうか。まあ歯ブラシでね、こういうところを軽く掃除してあげて、でウェットシートで壁をね掃除してあげてっていう感じでやっていければいいと思います。まあ、あとはね中の視認性を上げたいんだったら、まあアクリルケースとかを考えてもいいのかもしれないです。私はちょっとアクリルケースを買うよりはちょっと改造してやったら作れるんじゃないかなっていう想定で改造して作りましたけども、であとはうんちの飛び散り対策がもし必要だなと思う方は横にプラ板を貼るでもいいですし、何か横にね壁を作ってあげるでもいいと思います。この字で囲ってあげるようにして、うんちの飛び散っても大丈夫な場所を作ってあげたりだとかいう風にするといいと思います。私はうんちの飛び散り対策として、プラ板をね横に貼ってます。こんな感じでね、でこれをやってあげることでうんちの飛び散りはないです。本当になので、こんな感じでうんちの飛び散り対策とかをしてあげてもいいと思います。そのあたりはね、その方のケージの作り方にはなるので、基本は鳥かご、あとはヒーター、そしてご飯を置く場所があって、ご飯はバナナだったりリンゴだったりっていう感じで、バナナをちょっとご飯が切れるとなんかそわそわするので、この子ただその子の性格にもよると思うんですけども、ご飯切れだけを起こさないようにだけしてあげてください。基本毎日食べるものだと思ってください。あとはまあ毎日あげすぎるとき、あげてるときにあまりにもその子が個体としてお腹が出てきて太ってしまっていたりっていうのであれば、毎日あげるっていうのをやめるではなくて、ご飯の量を減らすという形で調整してあげてください。極端に2日に1回のご飯にしますっていうよりは、ご飯の量を減らすという、方が、健康的でいいと思います。あとはそうですね、フルーツばっかりあげすぎるんじゃなくて、ちょっとタンパク質を追加してあげるだとかですね。一番手に入りやすいのは何だろうな、食性的に似てるのは多分ハリネズミとかだと思いますね。あとはまあ袋ももんがのフードもそうですね。まああとはまあ犬猫のフードも細かく砕いてパウダー状にできるんだったら、ちょっとまぶす分にはいいかもしれない。揚げすぎるとね、ちょっとあっちは脂質タンパク質とかもちょっと成分量が違うので、私は福ももちゃんを飼ってるので、ちょうど福ももちゃんのご飯が食性的にも似てるのでいいかなっていうところだったんですけれども、私はちょっと福ももちゃん飼ってるからっていうのもありますけれども、おすすめはそっちですかね。はい、フルーツも食べるし、まあ昆虫食というかね、植物そのなんかタンパク質とかも食べるしっていうタイプの方が食性的には合ってると思います。はい、飼い方としてはそんな感じですね。はい、もしねお迎えすることとかがありましたら、何かの参考にしてみてください。で、私は今後もこの子の、ね、観察だったりとか日々の様子っていうのは動画としてアップしていきますし、あとはまあちょっと知らない生態の部分っていうのはたくさんあると思うんですよ。この子がどういう風に生活していて、どういう風なことをしてっていうところ、あとは仕草だったり、で最近ちょっとねカチ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 っていう感じで、歯ぎしりでもないんですけれども、ただ威嚇とも取れないような、まあ、声をたまに、声でもないですね、出していて、多分威嚇だと思うんですよね。威嚇というか近づいてきて、なんだみたいな、で友好的な鳴き方のようにはちょっと見えなかったので、どっちかはちょっとわからないです。ちょっとそこはちょっとよく観察しながら見ていきたいと思います。
ちょっと歯をねカチカチカチと。で一応調べても見たんですけど、なんだろうな、言ってることが結構違うので、ちょっと鵜呑みにはできないなというところですね。ちょっと日々私が観察しながら、多分こうじゃないかなっていう見解が出てきたらそれもご紹介はしようかなと思いますが、今のところ調べた内容だけでいくと、なんかね、求愛じゃないけどそういうので泣いてるよって書いてる人もいれば、そのカチカチ呼んでるって書いてたんですよ。仲間を呼ぶカチカチ音だよっていうのもあれば、怯えてて、こっちに来るなっていう書き方をしてる人もいれば、本当なんか千差万別みたいな感じでちょっとなんとも、でしかも私がこうやって近づいた時に、撫でようとした時にカチカチカチだったんですけど、撫でて噛みついてくるんだったら嫌がってるんだろうなとは私は思ったんですけど、撫でても噛みついてこないし、普通になんかうっとりした顔しながら寝たんですよね。っていうのを見た時に、どっちやねんってなって、ちょっと答えがそれでわからなくなりました。なんか怒ってるだの、その求愛だのっていろいろ書いてるんですけど、ちょっと私が見る限りではどっちとも取れない。手を近づけたから嫌だからカチカチだった、でもその後は普通に撫でられている、 What? みたいな感じだったので、ちょっとその辺はまあ日々観察しながらちょっと答えを見つけていきたいと思います。これからもね、たくさんコウモリちゃんの動画上げていくと思うので、よろしければそちらの動画も見てみていただけると幸いです。ちょっとね、全然コウモリちゃんが今日というかこの動画だと映ってないんですけれども、ここにいるんですよ、一応。いるんですけれども、映ってないですね。ちょっと反射が大きいのかな。こういう風にしてあげると反射が少ないかもしれないですけれども、はい、そんな感じでございます。はい、もしよろしければね、今後もこういう感じで動画上げていきますので、こちらのチャンネル登録、そして、高評価、そして、各種 SNS ですね、 Twitter、Instagram、TikTok やってますので、よろしければそちらフォローお願いいたします。今後のね、私のやる気につながるので、本当チャンネル登録と高評価って嬉しいので、ぜひともチャンネル登録と高評価をしていただけますと幸いです。また過去にたくさん動画も上がってますので、そちらの方もね見てみていただいて、高評価など押していってください。本当にもう動画を撮る活力になるので、よろしければよろしくお願いいたします。ということで本日は以上となります。また次回の動画でお会いいたしましょう。ということで以上、リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。